揺れるを。それはとある世界のとある国のとある女の子の物語。8月1日、彼女が目を覚ました時、すべての記憶は失われていた。傍らにいたのは精霊と名乗る不思議な少年オリオン。精霊オリオンは記憶が失われたのは自分のせいだという。記憶を取り戻すためなら何でも協力するというオリオンの助言に従い、少女は身の回りを調べ始める。やがて明らかになった、そして見え始める複雑に絡み合った思惑。彼女の記憶が消えてしまった本当の理由。オリオンは悟る。そうか、彼女が記憶喪失になったのは僕との衝突が原因じゃなかったんだ。すべてを知ろうともがく彼女の前に現れる組織の人間、伸びる魔の手。果たして彼女は記憶を取り戻せるのか。記憶が消えてしまった本当の原因は何なのか。オリオンは彼女を守りきることができるのか。果たしてオリオンと彼女の運命は。っていうような話だったらよかったのにな。や、おはよう。目が覚めた？あれ、まだ眠い？昨日は遅くまで僕と作戦会議してたからね。でも目が覚めるなりどなたでしたっけっていうのはちょっとひどい寝ぼけ方だよ。ぼーっとしてるみたいだから今の君の状態について簡単にまとめてみたんだ。今話したのが8月1日から今日までのあらすじ。僕が精霊オリオン、思い出した？なんだよその顔。事実と違うところがあった？そうだっけ？嘘です、ごめんなさい。組織の魔の手とか記憶喪失の真相とか全然何にもありません。単なる事故です。僕の責任です。僕が君の精神体と衝突しちゃったせいで君の記憶が飛んじゃったんです。今のは僕の願望です。はあ、本当に何か真相があるならいいのにな。もし君の背後に何か事情があったとしたら、僕は君を守って戦うんだ。知恵と勇気で君を導いて巨大な悪から君を助けるんだよ。僕は人間のものには触れないし、君以外の人間には見えないし、喋ることもできないけど。あ、追っ手が。オリオン助けて。任せて、この町の地理は知り尽くしてるよ。次の角で追っ手を巻くんだ。なんてね。まあ実際には君の身辺調査さえままならない僕だけどね。はあ、現実は世知辛いね。だよね。そしたら君の代わりに聞き込みもするし、危ない場所にも行くし、